松尾信幸は、日本のフリージャーナリスト、よろず便利屋。マスコミ就職塾、高田塾の講師を務める一方、各地で DIY リフォーム、定年後の生き方などの講演をしている。埼玉県浦和市生まれ。ジップが経営する、私立、総めぐみ幼稚園、総めぐみ学園小学校、道中学校を経て、埼玉県立浦和高等学校。 明治学院大学法学部を卒業。埼玉産経広告社で1年弱、広告営業マンをした後、4年間、小学館、週刊ポストの取材をメインとするフリーランスの雑誌記者となる。1975年10月27日に、創刊された、講談社経由監視し、日刊現代の創刊スタッフとなり、以後18年間、 ニュース報道人筋で第一編集局ニュース部長などを務める。1993年8月、株式会社日刊現代を退社、同年12月13日総監の日刊アスカの取締役編集局長となる。翌年5月、同社事業閉鎖に伴い、編集プロダクション、コミュニケーションハウス計算の代表取締役専務。1996年9月、 株式会社金曜日に入社。翌年4月から本田勝一の後継として、週刊金曜日の3代目編集長に就任。1999年5月、ブックレット、買ってはいけないを出版し200万部のミリオンセラーに仕立てた。2003年に株式会社金曜日を退社後、フリージャーナリストとして、インターネット新聞など、ネットメディアや活字媒体でニュース解説。 コラムを執筆。その一方、よろず便利やガーデンハウス、猫ぬて代表として、金以外のリフォームや園芸、ガーデニングの仕事をしている。ありがとうございます。